はい、ああ大丈夫ですか、うん、これちょっとで赤くなってれば大丈夫ですよ。影になってるな、これか。じゃあそれ、あ、これだ、大丈夫、うん、オッケーオッケー。ええもたけだわ、ええもたけだわ。別にそんなこと喋ろうと思ったんじゃないんだけどですね、あ、乾杯。乾杯。15日から国会始まったじゃないですか、はい、国会で今日もそこの参議院会館で話してきたんですけど、はい、秘密保全法っていうとんでもない法案を通そうとしてるんで、ちょっとその秘密保全法の話をしようかなと思ったんです秘密保全法、今秘密保全法じゃなくなっちゃった、特定秘密保護法ってなんか名前変えたんですけど、ね、なんか知られ、よっぽど知られたくないみたいですね。特定秘密保護法、なんかあの国が定めた特定秘密、それを漏らしたり広めたりすると捕まるらしい。10年入れられるらしい。でじゃあそんな秘密ばらさなきゃいいじゃないか、秘密か何か秘密ですっていう、何が秘密かわからない。だから例えばツイッターで原発いらないよねとか言ったら、あ、それが秘密です、じゃあ10年入ってくださいみたいな、そういう法案を通そうとしてるっていうのがこの国会の中で15日から始まって、でなんかもうみんなに知られたく本当にないらしくて、もうちゃっちゃと通そうとしてるということで、それじゃまずいんで、とにかくやっぱこれを止めるにはみんなが知って動くしかないだろうということで、今ここで喋ってるんですけど、そこで信号待ちしてる人も、特別秘密保護法って知ってますか。特別秘密保護法、この間まで秘密保全法って言ってたんですけど、知ってますか。まあ、官僚の皆さんかもしれないし、サラリーマンの皆さんかもしれないですけど、これ一言じゃないですよ全然。なんか知る権利を奪われるとか、なんかそんな風にね、公明とか知る権利が危ないから、じゃあそれを明記しろとか言ってますけど、そんなことを明記したところでどうせグルなんだから、何でも理由つけて捕まるんですよ、うん、だからそれなんで捕まったかもわからない、捕まったこともわからない、留置所で何があってもわからない、全部秘密ですって、こんな漫画みたいな法律を通そうとしてる。でそれを知られちゃ困るから、もうさっさとさっさとやろうとしてるので、本当一人一人もう国会議員に任せといたら本当通っちゃうんで、少数派なんで反対してる人がまだなんで、もう本当国民がバカ野郎ふざけんだよっていう風に声を上げていかないといけないし、隣の人にこんなことが起ころうとしてるよっていうことを教えないといけないですよ。でそのだから国が決めた特別秘密をっていうのが、だから本当何かを教えてくれないわけだから、別に普段何も別に行動してない人とかね、もちろんデモに行ったりとかしてる人はやっぱり危ないじゃないかなって多少は思うと思うんですけど、そうじゃない人、例えば普通にテレビを見て新聞を読んでる人とかでも、普通にやっぱりなんか今福島どうなってるのかなとかって思う時ってあると思うんですよ、ね、で TPP の話とかでも、なんか解雇しやすいトークってなんだよとかね、そういうのとかで、それ何ですか教えてくださいよって例えば聞いたら、いやそれ特別秘密だから、それ探ろうとしたら逮捕するよとか、ね、でこの先例えば中国がどうたらとか朝鮮がどうたらとか言って戦争する空気になった時に、いや俺戦争行きたくないよ、やだよ、戦争反対って言ったら捕まるとか、でそれが何かがわからないから、そんなこと言ったら怖くて何も知ろうとしないし言えなくなっちゃうじゃないですか。そうするとここで、まあ、ここじゃなくても普通にライブハウスで歌を歌うこともできなくなるかもしれない。本当にそういう、だから本当になんていうのかな、人の口を封じるような、俺に国に黙って従えっていうような、本当奴隷になるような法律を今通そうとしているんですよ、この15日から始まった国会で。で、25日、うん、とかから、うん、やるらしい。で毎日国会で話すんですって、それを。でなんで毎日やるかっていうと、ちゃっちゃと決めたいから、こんだけちゃんと話をしたよっていう事実を作ってちゃっちゃと決めたいから。なんで本当にこれをやばいよっていうことを本当周りの人に伝えてほしいんですよ。で別にそれで本当に調べて、あ、これ必要だなと思うならそれは必要だと思うって、それを自分なりの意見というか持ってほしいんですよね。だから本当になんかテレビとか新聞とかで報道されてることっていうのは、本当にそういう大本営のこととかしか言ってないので、で中には一生懸命頑張ってる人もいるとは思うんです。
思うんだけどなかなか伝わらないんで、本当一人一人が調べてやばいっていうことを周りに伝えてほしいんですよ。そうやって草の根的にやっぱこうやっていかないと、本当一人一人が気づいて立ち上がって行動を起こさないと、本当に今自民党デジレ解消してもういい気になってるんで、図に乗ってるからもうどん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 やってくるんで、本当に一人一人が自分で調べて自分の意見を持って友達に伝えて、そういうことを本当に起こしていかないと日本終わっちゃうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。ということでよろしいでしょうか。はい、終わった。ね、そこに名前自分で書いてもらっていいですか。